車っていうのはまだまだこう進化できる余地がある。ペットとかって何となく自分の気持ちが分かってくれて、生き物のように考えるのかどうかだと思う。スマートフォンの延長でもあるかもしれないし、物理的な世界と、まあ、仮想空間一致させていくような、まあ、そういう世界が出来上がっていく。皆さんこんにちは、ワイヤード日本版編集長の松島です。ようこそビッグインタビューへ。ビッグインタビューはビジョナリーやイノベータービッグシンカーたちだけに見えている未来に迫るビデオシリーズです。今回のテーマはモビリティが変える私たちの未来。初回のゲストをご紹介します。ソニーホンダモビリティ代表取締役社長兼 COO の川西泉さんです。川西さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今年 の、 あのラスベガスで開催されたセスに、はい、ええ、あの僕もあのお邪魔させていただいて、来年2025年に発売が、開始されるアフィーラ、電気自動車 EV のアフィーラですね。川西さんがその舞台の上で、はい、いきなりこうプレイステーションの、あのコントローラーを取り出して、はいはい、まあ、これでこう操作してこう車が登場してくるっていう、いや本当は、まあ、普通に自動運転で出る方が、はい、なんか今風なのかなと思ったんですけどプレイステーションのコントローラーで操作するってことはリモートコントロールになってしまうので、川西さんご自身はあんまり別にいやこれどうなのっていうお話だったんですか。まあ、ちょっとベタすぎるんじゃないかなって思ってましたよ僕らにとっては、まあ、もちろんそのプレイステーションエクスペリアもそうですし、アイボなんかもあの開発に携われていらっしゃった。そうですね、はい、ぜひ今日は川西さんだけがあの見えているそのモビリティの未来というものをぜひお伺いしたいと思うんですけれども、お願いします。まずはですね、チャット GPT というその AI 技術を使って、はい、今僕たちがその手にしている未来というものをまずは提示したいと思います。あのチャット GPT にこう未来を聞いたんですけれども、それはいわば僕らが今こうなんとなく想像できる未来とは言えるんですけれども、未来っていうものはこう常に書き換えられていくものだというふうに考えています。なんかその先というのをあのここからぜひあの川西さんにお伺いしていきたいと思っています。3つあるんですけれども、まずはその技術革新、今その自動運転でいうと、今僕らはまあレベル3みたいに言われているんですけど、いわゆるその完全自動運転といわれるレベル5、例えばアメリカとか中国は2030年代の前半にはレベル5に行くだろうと、あるいは日本とかヨーロッパも2035年ぐらいに、これから10年後ぐらいにはそういったものが普及するんじゃないかと。それから体験価値ということでいうと、その自動運転技術が普及することによって移動時間の有効活用ということが、まあ、これから言われて、映画を鑑賞したりとかゲームをしたりとかバーチャル会議をしたりとか、それから10年後ぐらいには車内空間が、まあ、移動するリビングルームやオフィスになっていくというようなこともあの予想されています。それから社会変革です。 MaaS と言われるそのサービスとして の、 そのモビリティというものですとか、そのシェアリングエコノミーというものが普及することによって、都市の中の 30% ぐらいは MaaS というもののプラットフォームが導入されているんじゃないかとか、今ちょっとこうチャット GPT に聞いたものをこうご紹介したんですけれども、川西さんいかがでしょうか。レベル5、日本2035年早すぎますか。そうですね、その自動運転そのものは、まあ、これからもまだどんどん進化していくとは思うんですけど、それと今の既存の車との共存、全てがその自動運転の車になるわけではないので、うん、混在する状態っていうのはどうなるかっていうのをまず予測してみないと、その先のかなり自動運転が可能なモビリティがこう増えていった時の、うん、様子っていうのはなかなか想像しづらいっていうか、つまり逆に混在することの方がカオスの状態なので、前にあの有名な建築家の方に言われたんですけど、よく未来の都市こうですみたいなのを書くんですけれども、その建築家が言ったのは、そこに建築現場がないのがおかしいと要するに都市って全てが完成していることってありえないわけだから、絶対建築現場がどっかあるはずだよ。そうやってこう未来都市って書くと全部が完成しているものになる、まあ、その時間軸をどう見るのかっていうところが、まあ、自分の中ではちょっと先ほどのお話だと少し早いかなっていうイメージは持ちました。この自動運転のようにその車が自律性を持つっていうことはどういうことなのか、アフィーラはそれをこうどういうふうに実現するのか。まあ、自動運転といってもそんなにこうまだ人がその車に自分をこう預けられるだけの信頼性とか、まあその自動運転に対する理解度であったりとか、どんなことが起きるのかとかっていうことを知らない方が多いと思うんですよね。まずその人がこう自動運転に対して信頼
感を持てるようなあのシチュエーションっていうのを、まあ、提供できていけたらなっていうのは、まあ、最初の段階です。これは人と馬との関係だと思う、同じだと思うんですよね。なんかお互い心が通じ合うかどうか、はい、そういうのに近いんじゃないかなって、はい、ああ面白いですね。だから相手をこう生き物のように考えるのかどうかだと思うんですね。まあ、その意思の疎通ができているようなできていないような、はい、でもペットとかってなんとか自分の気持ちが分かってくれてるんじゃないかなとか、自分の気持ちが、ね、例えば犬や猫でも分かってるんじゃないかとかって思う時ってあると思うんですよ、うんうん。まあ、そういう双方向の関係になっていくことが信頼感につながっていくんじゃないかなというふうに思っています。例えば僕らこうスマホを今誰でもこうポケットの中とかカバンの中に持っていて、そうするとこう電話の機能がまあ元々はあったようなというか、地球の裏側の人と喋れるってものすごい身体の拡張だったと思うんですね。はい、でまあそれにこうさらにこうソフトウェアが乗ってきて、まあ、電話ってもうまあまさにこうものすごくそこで拡張されたし、車もそうなっていくっていうことなんですか。まあ、車の要素っていうのはその走る曲がる止まるっていうそのまあ移動するためのメカ的な強さ、自分のその運動能力みたいなところをまあこれまでずっと発展させてきたと思うんですけど、まあ人間ってやっぱりもっと知能的な部分っていうのがあって、まあ知力の部分があって、まあその部分をまだ車っていうのはまだまだこう進化できる余地があると思ってるんですね。僕自身実は車で通勤してるんですけど、よくやるのがチャット GPT、 その AI と、まあ、だからブレストするんですよ。例えばモビリティ企業の中のこうカッティングエッジなとこってどうなのみたいなこう例えば聞いたりして、あの打つより話す方がこう楽なんで、うん、車の中ってすごくいいんですけれども、今の中って運転しているので、はい、まあ、手も自由にならない。 そうすると音声によるコンピューターとのインタラクションが最も進むのは車の中なんじゃないかな、うんうんうん、そこでのインターフェースっていうのはかなりこう人間の話す言葉を理解するような、うん、はい、よりその AI 的な要素が求められていくと思うんですね、曖昧さであったりとか、曖昧さ、あの推測であったりとか、はい、今その AI と車の中で対話するのは、まあ、基本的に僕の頭の中ではこのスマホの中に入っているこのソフトウェアと会話をしているって思ってやってるんですね。ただ、まあ、今後そのアフィーラと会話してるっていうことになるのか、あるいはアフィーラの中のあくまでもこの AI のこの機能と今会話をしてるっていうことになるのか、もともとその自分の会話してる相手のまあエージェントみたいなものだとすれば、うん、そのエージェントはまあクラウド上に存在しているものだというふうに自分たちは仮定して作っています。あの自分が車を降りても、例えばスマートフォン相手でも、うん、例えばパソコン相手だろうが、うん、まあ、それは車を降りても乗っていても関係なく、そういう存在がいるっていうふうに、はい、まあ、考えていきたいので、それはクラウド上に存在するという。なるほどなるほど。でも車としての何々君とか何々さんがいるわけじゃなくて、はい、自分の側にもう一人 AI アシスタントがいて、乗ると乗ったねっていう話で、そこからこうさらにコミュニケーションを取っていくような感じですか。そうでないとなかなかこう、まあ不便なこともあると思うんですよね、はい、車の方しか分からない人よりは、ええ、もうちょっと違う自分の仕事場とか自分の家のことも分かってもらった方が、まあ、便利じゃないですか、ええええ、今何をして今この車に乗ってきたのかっていう、ええ、いうことが分かった方が便利だと思うので、はいはい、そういう意味ではより広いところで、はい、見てくれるような人の方がいいんじゃないかなっていう、はい、そういう設定ですね。未来の車っていうものはこうプラットフォームなんだっていうことを、プラットフォームとしてのモビリティっていうのをこうどういうふうにアフィーラは捉えてらっしゃるんでしょうか。車を乗ってる時と降りてる時どちらも分かってるようなものを作っていくんだとすると、うん、もうあまりこう車に対するプラットフォームって何なんですかって、うん、まあ、車に閉じる考え方をするよりは自分の生活そのものにどれだけ寄り添えるのかっていう、うん、そういう視点でのプラットフォーム化の方が大事だと思う。スマートフォンの延長でもあるかもしれないし、デバイスとして存在しているっていう考え方をしています、はい、まあ、スマートフォンも自分がこうインストールしているアプリ多分人それぞれみんな違うと思うし、並べ方もバラバラだと思うんですね、はい、よりそういう指向性の強いものになっていくんじゃないかなというふうに思います。先生はマイクロソフトさんですとか、はい、エピックゲームズさんとの協業なんかをこうされていて、なんかそこら辺にこう期待されていることとか、マイクロソフトさんのそのまあオープン AI の技術を使ってよりそのモビリティとの関係を深めていくっていうのが一つで、うん、まあ、エピックゲームズに関して言うと、まあ、アンリアル
という、まあ、技術をゲームエンジンを作っている会社として、まあ、コンピュータグラフィックスの強さっていうところを、まあ、自分たちのアフィーラの、表現力として、打ち出していきたいなというふうに考えています。リアルに映っている現実の世界をデジタイズして、まあ、サンプリングして、はいはい、まあ極論するとそれは多分デジタルツインに近くなってくるんですね、はい、まあ、物理的な世界と、はい、まあ、仮想空間と、はい、まあ、一致させていくような、そのための、まあ、手段として、はいはい、まあ、リアルはすごく、まあ、貢献してくれるんじゃないかなというふうに思っています。今日モビリティの未来だったんですけども、こういうのありそうみたいなってなりますか、川口さん。モビリティで言うと、よく例え話で出るのは、ナイトライダーの世界っていうのは、まあ、ちょっと SF っぽいところもあるんですけど、はい、あれ車がもう本当に喋る、まあ、あの時代の時に多分それは予想できる姿であって、はい、でもできなかったものだと思うんですよ。で今だと何となくできそうな感じしますよね。できそうですね。ですよね、はい、そういったことを現実にしていくっていうのも、まあ、一つの姿なのかなと、というふうに思います、はい、はい、ありがとうございます。ワイヤードビッグインタビュー、次回はどんなビジョナリーが登場し、どのように私たちの未来をアップデートしてくれるのでしょうか。次回もぜひお楽しみに。